小川案は、日本の女優。本名及び、旧芸名、小川案。東京都出身、成城大学文学部卒業、プラージュ所属。中学1年生の時に、母親と一緒に出かけていた先の、渋谷スクランブル交差点にて、トミーズアーティストカンパニーのスタッフに、スカウトされたのを機に、芸能界入り。 学校で人間関係に悩んで心を閉ざした時に、ドラマや映画で憧れる瞬間がたくさんあり、私もお芝居をしたいと芝居に興味が湧き、自分を変えたい、何かに熱中できる居場所を見つけたいと芸能界入りを決意して、中学3年の時に自ら、トミーズアーティストカンパニーに連絡した。2012年に、テレビ東京のダンス番組、YORI 上に、 ストリートダンス美少女として出演するなど、中学生アイドルとして活動した。2013年4月の高校進学を機に、芸能活動を本格化し、同年4月から2014年にかけて NHK、ー、e、テレの共用バラエティ番組、テストの花道へ、アンコロのニックネームで、レギュラー出演。2014年に入ると、2月公開の一人へ、 アンチテーゼジャイクガール PV で女優としてデビューし、3月公開の映画、パズルで映画初出演を果たした。同年6月には、初の写真集となるデジタル写真集、小川ン15歳最後の日を発売、7月放送の日本テレビ系、獣医さん、事件ですよ第1話への出演を皮切りに夏以降に、複数のテレビドラマ作品に出演。一方で、 2013年より、ドラマデザイン社主催による、女優育成プロジェクト、アクトレスインキュアベーションに、第2期及び第3期研究生として2期連続で参加し、オリジナル脚本による、ショートムービーに毎週出演して、存在感ある演技が高評価を受けた。2016年3月に、静岡市の移住、定住プロモートショートムービー、窓の外側にて主演。 2016年春より、成城大学文学部へ進学。2018年1月には、医薬小松大等目頭を抑えたで舞台初主演を務め、同年3月には、日清食品カップヌードルの CM、ハングリーデイズ》最終回編で彼女役の声を担当して、注目を集めた。当初2019年公開予定だった、スイートビターキャンディで、長編映画初主演を務め、 主題歌の歌唱も担当する。ヒロインを務めた愛が、そいで、恋で、主演と紹介されることもあり、公開はこちらの方が先である。大学卒業を翌年に控え、学業への専念と自分を見つめ直すためとして、デビュー時から在籍したトミーズアーティストカンパニーを退所したことを2019年6月17日付で発表し、活動を休止。 公開待機中の出演作品には最後まで参加する。2020年3月に大学を卒業、女優として活動を再開する。2021年4月よりプラージュに所属する。ありがとうございます。